ゆうと、相談ある。電話する。どうしたの？電話しない。元彼と戻りたい。ちゃんと話そう。ごめん、このまま終わらせたい。無理。元彼とって、会ってたん、浮気してたん、意味がわからねえんだが。ごめんね、嫌いになったわけじゃないの。元彼が忘れられなくて、でも二人とは付き合えないから、ごめんね。そっか、それがミオの出した答えなら受け入れるよ。ごめん、強く言って。冷静になったからもう大丈夫。怒ってる？怒ってても仕方ないことしてるのは分かってる。もういいよ、行ってきな。ごめんね、ありがとう。大好きだったよ。別れるのもうちょっと待ってもらってもいい？何？まだ待ってほしい。元彼と戻るって確定してないから。う？今話し合ってるの？それが決まるまで俺はキープするでき。な、今話してるからちょっと待って。キープやん。キープじゃないよ。キープじゃん。それなら今はっきりしようや。てか、その元彼と一日中元に戻るなの戻らないなの話し合ってるんか？うん、話し合ってるというか、返信が朝からまだ来てない。向こう忙しい人だから。元彼戻る気ないんじゃね？知らないけど。ごめんね、やっぱり元彼と戻ることになりました。今までありがとう。そうなんだ。もう私のこと嫌いだよね。なんか元彼と戻るって話には一応なったんだけど、全然返信くれなくて、電話もしてくれなくて、遊ばれてるのかな。かなって知らねえよ。もう別れたんだし、ミオはミオで元彼と戻ったんだから、そっちで話し合いするなりして解決しろよ。返信来ないんだもん。もし私が元彼に遊ばれてたら、私ともう一度戻ってくれる？そんな都合いい男じゃないからやめて。もう俺たちは別れてるから。もうどうすればいいかわからないよ、助けて。だから知らん、勝手にしろ。返信まだ来ない。それ俺に言って何になる？勝手にしろよ。やっぱり戻れないって言われた。ゆうと、ごめんなさい。ゆうとと戻りたいです。こんなダメダメな女でもまた愛してくれますか？今泣いてる。会いたいです。無理なら電話したいです。全部無理。